お花紙でとっても簡単に作れるいちごの作り方です。赤いお花紙を4分の1にします。中に入れるお花紙は一度使ってくしゃくしゃになったものを再利用しましょう。この半分を使います。丸めて4分の1サイズのものにくるみます。いちご型にしたら丸くなった方に糊をつけます。ここではでんぷん糊を水溶きしたものを使っています。細かく切った緑色のお花紙をそこに貼り付けます。次に先の部分に水糊をつけて折り返し、いちごの形に整えます。これで完成です。ケーキの飾りなどに使いましょう。